今日はですね、大会の20日前になります。今日はまあチートミールとしてお昼にね、ラザニアの方を食べてきました。非常に美味しかったです。まあ1週間経ったんですけど、自分の中でね、この減量生活のモチベーションっていうのがね、どうもね、上がりきらない部分があるので、このモデルジャパンにね、再挑戦しますよという動画をこれから撮ろうと思っております。そして研究員の皆さんにちゃんときちんと報告して宣言することによって、こうなんていうんですかね、自分自身にプレッシャーをかけるじゃないですけど、大会出ますよって言って、そしてモチベーションを一つ上げていこうと思います。まあそんな感じで動画をこれから作ろうと思っております。こちらの方はね、大会ルーティン動画ということで、多分この動画の方が後に出るかなとは思うんですけど、引き続きこの大会前のね、ルーティン動画も楽しんでくれればいいかなと思っております。夜ご飯はいつも通りさつまいもですね。はい、先ほどね、研究員の皆さんへの動画を撮りました。モデルジャパン前橋大会出ますよと自分の口から言っただけでもね、ちょっとこうスイッチが入ったというか、モチベーション上がった感じがします。負けるな中年、この気持ちで頑張っていこうと思います。ということでね、大
大会前の減量生活の動画が一本終わろうとしております。最後までご視聴皆さんありがとうございます。減量生活の方はまあ順調に来ているかなとは思います。前回の減量よりもちょっとペースは遅めではあるんですが、まあそんなに焦ることなくやっていこうかなと思っております。今日ねこの録画をしているこの日にですね、研究員の皆さんへその大会ですね、モデルジャパンの前橋大会出ますよという動画がアップロードされたんですね。アップロードされてもう今多分3時間ぐらいしてるんですけど、結構たくさんの方からね、応援してますと頑張ってくださいというコメント、温かいコメントいただいてます。ありがとうございます。このコメントのおかげで気持ち的にもモチベーション的にも減量生活をねちょっとワンランク上げて臨んでいこうかなと思いました。本当にありがとうございます。一緒に研究員の皆さんと頑張っていけたらいいかなと思っております。負けるな中年、この気持ちを忘れずに、頑張っていこうと思っております。ちょっとお腹鳴っちゃった今、聞こえたかな、聞こえてないかもしれないよ、グーって言ってた。じゃあ夜のねプロテインを飲んで寝ようと思います。今日はマイプロテインの黒糖ミルクティーですね、これを飲んで寝ます。いただきます。あー本当にうまい。減量生活は続きます。